福田萌子さんですか知らないですね初めて聞きましたね <laughs> 何なんでしょうかねまあ私はね最近見てるのはね武田哲也さんですここにこう刑事物語が全部ありますけどこれがいいですよこの中のまあストーリーにねいろいろ感化されてこういう風に生きていたきたいなとかこういうセリフがはける男になりたいなとかあ、こんなお笑いギャグシーンが日常生活で演じれるようになったらいいなとかね まあ、まさにね、影響を受けて、自分で選んで行動していくということなんですよね。まあ、だから、どんな人間になりたいのか、どんな将来をつかみたいのかっていうのは、まさに将来のことなんで、今日から、例えば10年後はどうしたいかなと思ったら、10年がかりで今日から10年後の自分を作っていくとも言えますよね。だから私は10年かけて60になるわけですから、その10年を一つ一つね、自分の求める60歳になるように積み上げていく。 ということで、まあ、思ってるような、六十歳に。イコールとは言わないけど、近くなるか、もしくは、うまくいけば、それを。飛び越してね。うん、六十歳の時には、こうしたいなっていうのが、五十個ぐらいで、叶うかもしれないなとかありますよね。あの、その人生の中には、このイレギュラーとか、運とか、巡り合いってのもあるんで。まあ、例えば、麻雀しながらね、何のあてもなく、将来は。 うん、金持ちになりたいなともうマージャンなんかしなくても生きていけるようになりたいなとぼんやり思ってましたけども今その現実来てますね、うん、その通りマージャンなんて一切しなくても何不自由なく生きていけるっていうかマージャンがないからこそ自由に生きていけるなっていう面白い環境だなと思いますねそうなってくると、まあ、FX なんてのは始めた時は全然ダメだったけども3年とか5年とかまあ10年経てばものになってるだろうと思ったらまあ結構早くものになったというところもあるしその他にもね うん、YouTube も今こうやってコンスタントにできてますけども YouTube のリレーをね何人かの方とやってますけどもやる時から思うんですよいつまで持つのかなってうんでもね数千話という形でこの億万長者歌手を中心にリレーをやっていくと千話行いく人っていないなとかね思うんですよね残念ながら、うん、だから千0付き合ってもらえるような心あるメッセージとかね うん、メッセージを本当に返したくなるようなねそんなやり取りが私の方にできてないといえばその通りなのかもしれませんけどねうーん未来は僕らの手の中ということではないですかいってらっしゃい。